こんにちは売大堀秀夫です今日はいよいよ不要品を売っていくということでね日本アマゾンで不要品を販売するスマホのアマゾンセーラーアプリを使って出品する方法とこれ、まあ、別にスマホじゃなくてねパソコンで出品もできるんですけどただ仕入れの際ねこのセーラーアプリを使って確認しながら仕入れしてきますんでまあ普段の出品はパソコンでやってもいいですが とりあえず、Amazon セラーは使えるようになってください。でまず使い方ですけど、日本 Amazon のセラーアカウントにログインします。これね、セラーアカウントを持ってないと使えませんので、まずセラーアカウントにログインすると。e-mail とパ,パスワードを入れてサインですね。で、初めての時はね、Amazon Photostudio にようこそというこの表示が出ます。で、利用開始をクリックしてください。 で、えー、画像を撮ると Amazon の記事に合致しているか判定します。ね、この写真を撮れとなりますの、ね、で、適当なものを写真撮ってください。そうするとね、えー、この背景が白ではないとか、そういうのが出ます。まただね、えー、中古売る場合は背景は白じゃなくていいです。これはね、シーツの上に撮って直接撮った感じです。まあ、これでもいいんですけど、まあ、親切な修正機能がついてます、ね。メインの画像として使用することはできません。 補足説明の目的で使用することができますというのが出てきますで、面に使う画像にしたい場合はですね、この背景というところをタップして、この丸,丸をね、右の方にすると明るくなります、こういうふうに。だけどね、こういうふうに色がちょっと薄くなっちゃうんですね。この加減を見ながら真っ白にするか、色が自然なところで落ち着けるか調整してください。こうすると、 ますでまたね、始めてと時はね、ここでビジュアル検索が可能ですとか、まあ出てきますけど、まあ開始をするをクリックしてください。で使い方出てきます。開始をするをクリックしてください。で、カメラのマークを、まあ、このね、商品登録のところで、カメラのマークをタップして、で、商品のバーコード、あるいは商品に合わせると、えー、商品が出てきます。 まこういうふうにね出てきたのでえ中古何人いるかなとかえいくら出してるかなとか見れますでね今回バーコード読んだらえこのエリートジャックを読み込んだんですけどワンパンマンの1から10巻セットが出てきましたまあこういうふうにねえエリートジャックの ISBN でこれワンパンマンの1から10巻セット 登録しちゃってんですね、でこういういのねね結構ありますで、ね、今回は明らかに商品が違うんでいいんですけど、中にはね、似たような商品で、えー、ジャンコード違いとかで登録しちゃってるのもあるんで、商品は必ず、えー、よく確認してください。で、出品する際はね、この、えー、商品の画面で、出品の部分をタップします。で、コンディションを選んで、でコンディション説明を書くと。 でこの時ですね、えー、コンディションはいろいろ細かく Amazon の規定あるんですけど、例えば、えー、と中古、えー、ほぼ新品とかね、非常に良いとか、まあ、選んだところで、まあ、日本人はやっぱコンディションに厳しいんでね、ほぼ新品とか言ってね、袋に詰めないで送っとくと、まあ、それだけでクレームがついたりします。だから、中古は良いにして、画像をつけて出品するのがおすすめです。 別にね、えー、非常に良いとか良いのライバルが FBA で出品してたら、まあ、よいにしたらね、同じなんと売れませんけど、普通はね、中古 FBA で出品してる人って、えー、それほどいないんで、だったら、えー、画像をつけてね、えー、中古を良いにして出品すれば、まあ、普通に売れます。だからね、コンディションはあま,あまり細かく考えず、えー、中古を良いでいいんじゃないのかなと。 で逆にね、えー、細かく気にしたい方は、まあ、これこれこうなんだというので質問いただければね、アドバイスさせていただきます。で、必ずやんなきゃいけないのはね、付録がつかないとか、化粧箱がないとかね、説明書がないとか、なんか足んないとかそういうことはね、必ずコンディション説明に書いてください。ここね、これ例えば付録がある本なんですけど、付録はつきませんとかね、これは必ず書いてください。で、ここにね、えー FBA なんで、えー、すぐ発送して2日以内に届きますとかね、えー、発送は、ヤマトメール便を使ってますとか、いろいろ書いてる人いますけど、ここはね、コンディション説明だけの場所なんで、えー、発送の条件とかそういうのは書かなくていいです。書くと規約違反です。えー、あくまで商品のコンディションに関することだけを書いてくださいで。それとね、この在庫に何個出すのか、まあ普通1だと思いますけど、1と入れると。で あと、まあ、故障とか不具合のある商品はね、いくらコンディション説明に変えたり写真撮ったとしても、アマゾンに出品するのは良くないです。これね、一応ね、規約上は出品するコンディションとかね、出品はできるんですけど、ほぼアマゾン買う人は、え壊れたの買,おう買って部品取りにしようとかね、えー、それから、えー、壊れてるの承知の上でその機能をいらないから買うとか、そういう人はいません。大、え、体、ー、いいトラブルになるんで、壊れてるものを売る場合はね、ヤフオクで売りましょう。 アマゾンは付録がないそこまでね、えー、それ以上本でね、書き込みが結構あるとかね、えー、そういうのはもう売らない方がいいです。で、写真がね、スマホであるとね、この写真をこのままファイルを選択ってクリックして、で写真を撮るを、ね、タップして撮れます。これ便利ですね。で写真を使用するともうそのまま。 写真が載るとそれからこのフィルフメントチャンネルね FBA で送りますんで FBA に動かしておいてくださいデフォルトは一番初めてデフォルトはたい自己発送になってますけどこれ自己発送のまま出しちゃうと出しといてね、えー、しばらくほったらかしにしておいたら売れちゃって発送遅延になっちゃったとかね、えー、何しろ、えー、結構ね売れるものはすぐ売れちゃうんでこの 自己発送にしとくとね、発送もめんどくさいし、何日か、ね、忘れたり、後で作業しようって言って、その間売れてるとトラブルの元なんで、もう基本的に自己発送は使えませんので、まあ、FBN の方でもう動かして、この設定を保持するというふうになってますのでね、そのまま出品し続けます。で、下の方に動かして、次をタップすると。 そうすると、このどういう条件で出品するかね、画像と、えー、それから、ね、コンディション、値段なんかが出ますんで、で、今すぐ出品をクリックします。で、そうそう、漢字の値段なんですけど、えー、値段はですね、えー、まあ普通に自分だったら、えー、いくらなら買うかなという値段でね、えー、思いつく高めの値段を入れておけばいいです。 FBA でね、他に出してる人がいたら、その FBA の一番安い値段に合わせるんですけど、まあたいまあ中古でね、自分が持ってる本とか、なんかを売るときに FBA のライバルがいるっていうのは、えー、いるが半分、いないが半分、まあ人によってはほとんどいないという状態になるんでね、まあとりあえず考えつく高めの値段で出すと。で、売れなきゃ値下げしていくという形がいいです。で、この値段についてもね、 えー、もう判断に迷うという場合は聞いてください。で、今すぐ出品をタップすると出品が完了します。そしたらね、ホームに戻るをクリックタップして、また次の出品を続けていってください。で、全部ね、えー、出す商品の出品が全部終わってから、あとでパソコンで FBA の納品設定をします。 で、先ほど、はじめにも言いましたけど、まあ、出品ね、スマホだと見にくいよとね、ね、えー、パソコンでやった方が楽だという場合でも、とりあえずスマホで出品はできるように練習しておいてください。練習できてね、外でスマホで商品が出品できるようになれば、もうあとはパソコンで出品してもいいですけど、そうなってくると今度逆にね、スマホの出品の方が楽になると思います。で、何しろ今、FBA ね、えー 仕入れしたけど FB に入れられないという商品がたまにあるんでそういう仕入れをしないためにね仕入れの買うか買わないかの段階でまず出品して FB に入れられることを確認してから仕入れるという形をとりますんでこの Amazon セラーアプリをね使えるようになっておけないとちょっとその点で、えー、仕入れで孫つきますそれとあとねコミックなんか売る場合はコミックね新品がまだ売ってるのに新品と同じ値段じゃ売れませんので 大体新品の半額で売りますね。そうすると FBA で売ると、売っても売っても全部赤字になりますんで、えー、全館セットという形でね、えー、セット売りにして売るのがおすすめです。でセット売りの場合はね、こういうふうに、えー、コミック名プラス全館と、例えばこういったエリートジャック全館という形で入れるとね、この全館の出品が出てきます。 で、また、前回の時はどういうふうに納品したらいいかは、まあ、別な記事、動画の方でご案内しますんで、そんな形で、まず、Amazon セラーアプリを使って、付与品を出品してください。以上、転売を堀秀夫でした。